ゼッケン7番日本のイガヤがスタートします。1956年のイタリア大会、アルペンの男子回転で伊賀谷千春さんが銀メダルに輝きました。それから50年、再びメダルに迫ったのが皆川健太郎選手です。1回目3位につけています。いよいよメダルをかけて皆川健太郎の登場です。歴史を作るか皆川。ゴー、ここからです。最後の終盤、モデレマ攻められるか。攻めろ、宮川。フィニッシュはどうか。0秒21、第3位。この時3位、残りの2人にメダルがかかります。1人目はフィンランドのカレ・パランデル選手。またぎましたか。はい、思わぬミスで失格となりました。そして最後の1人、1回目1位のオーストリアのベンヤミン・ライヒ選手。まだチャンスはあります。この人の滑り次第で日本の50年ぶりのメダルが決まります。この辺はさすがの滑り。スラロームは最後の一勝決まるまで分かりません。はい、さあラインが突っ込んでくる。フィニッシュはどうか。0秒83終わった。日本の皆川、残念ながらメダルには届きませんでした。はあ、やっぱ悔しいですね。ものすごく悔しいですね。でも確実に僕らもその世界でメダルを取るというところまで来てるので。その差は1/100秒、4位入賞。50年ぶりの快挙でした。